2024年4月4日、韓国が建造していた3000トン級のトサンアンチャン補給通常動力潜水艦、サンチャンボ5 3 KSS3 バッチ1の3番艦となるシンチェイホが、韓国南東部のウルサンにあるヒュンダイ重工業の造船所で偽装工事を終えて韓国海軍に引き渡されたよ。同艦の引き渡し式典にはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、エクアドル、コロンビアの政府関係者が参加したことを韓国メディアのみならず海外のメディアも大々的に報じていて、関心の高さが示されているな。今回は韓国の最新鋭潜水艦 KSS3 の3番艦が就役したことによる、韓国の売り込みが激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このトサンアンチャン補給通常動力潜水艦チャンボ5 3 KSS3 は、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルとされ、水中速度20ノットで乗員は50名、連続潜航日数50日の性能があり、533メートル魚雷発射艦8門にミサイル垂直発射装置システム VLS6 機を備えていて、韓国初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載可能な通常動力型潜水艦だね。2020年8月に韓国国防部が2021から25国防中期計画において建造計画を公表したもので、韓国がこれまでドイツから輸入して建造運用をしていた209型潜水艦 KSSI チェンボ5級及び、214型潜水艦 KSSI アイソン元1級で取得したノウハウをもとに国産化に成功したとされる3000トン級潜水艦で、戦闘システムやソナー水中音波探知機など潜水艦の重要な装備を国産化したとしているほか、潜航時間を長くする非待機依存推進 AIP システムを備え、地上の標的に対する精密攻撃と極秘作戦の安定的な遂行が可能であるとして韓国国防部では、独自技術で開発した世界最高レベルの潜水艦であると主張しているよ。同艦の VLS には韓国が独自に開発してすでに実戦配備されているとされる、玄武山 C 対地攻撃用長距離巡航ミサイルを潜水艦発射用に改造したものが搭載可能とされるみたい。しかしながら、この玄武山 C シリーズは射程 1500km の巡航ミサイルで、対北朝鮮を牽制するミサイルとされているのであるが、韓国本土から北朝鮮全土だけでなく中国の北京も射程内に入れることが可能であることから、あえて潜水艦に搭載せずとも陸上に移動式の発射台があればこと足りるとして、わざわざ膨大な経費をかけて弾道ミサイルを搭載可能な大型潜水艦を保有する必要はないとする指摘もあるぜ。このことからトサンアンチャン補給通常動力潜水艦の1番艦トサンアンチャン補と、2番艦安武が就役した頃の韓国においては反日強硬派のムンジェイン政権による異常なまでの反日感情の高まりから、北朝鮮への牽制が目的ではなく日本への牽制ではないかとの見方が広がっていたな。実際に韓国の潜水艦には、かつて日本に支配されていた頃に活動していた反日活動家を英雄としてその名前が付けられており、日本を意識したものであることが感じられるね。ただ、近年における KSS3 をめぐる韓国の動きを見ていると、日本への牽制という意味合いではなく、VLS を搭載することで弾道ミサイルを搭載可能な潜水艦の保有を希望している、世界各国への輸出を念頭に置いたものである可能性が高いとする指摘が出ているんだ。KSS3 のバッチ1は今回就役した3番艦シンチェイホで建造終了となり、次級は排水量が3600となって VLS が6機から10機に増やされるバッチ2が2025年から建造される予定となっていて、今回招待されている9カ国の海軍関係者はその建造施設見学が予定されているとされ、韓国側は自国潜水艦の売り込みに躍起となっている様子が伝えられているよ。これまでの韓国側の具体的な動きとして、アメリカに対しては造船業界への投資を進めているほか、子会社の設立などを通してアメリカの造船業界への進出しようとする動きが見られるほか、イギリスのバブコックインターナショナルグループとの間で KSS3 の海外輸出での提携を深めていることが報じられ、さらにカナダ、
ポーランド、フィリピンには KSS3 バッチ1の売り込みが盛んであることも知られているんだ。さらにペルー海軍においては韓国のフリゲート艦や大型哨戒艦 OPV 揚陸艇などの建造についてパートナーとして選定され、フリゲート艦など4隻の建造が発注されているほか、南米でコロンビア海軍とエクアドル海軍にも自国のフリゲート艦を提案中であるというよ。また、日本のフリゲート FFM である最上潟護衛艦の導入が有力視されているオーストラリア海軍の、海軍再編構想に含まれる汎用フリゲートの調達先においても韓国のフリゲート艦が候補として挙げられているなど、今回招待された各国それぞれのアプローチが強力に展開されているな。韓国国防部と HD 現代重工業は、招待した各国海軍関係者に対して KSS3 が韓国の独自技術で、設計建造された潜水艦であることをアピールしただけでなく、偽装工事を終えて試験評価中のイージス艦ただし粗大王やフリゲート艦ただし南も合わせて紹介したことが報じられており、パウル・デュクロ中間ペルー大使は潜水艦の内部まで実際に入って見学することが許されるなど特別な経験になったと語ったことが伝えられたぜ。ジュオンホ HD ヒュンダイ重工業特殊船事業代表は今回の潜水艦収益行事は、優れた性能を持つ我々の潜水艦を、世界各国に PR するまたとない契機になったとして、今後、韓国政府とともにチームコリアとして防衛産業輸出に総力を尽くすと語ったね。このような韓国の海軍艦艇売り込みの動きについて、特にオーストラリアにおいて韓国企業の動きが活発となっていて、ハンファグループがオーストラリアのオースタルの全事業を買収する提案が進められていることが明らかになっているよ。ハンファの執行副社長は外国投資審査委員会 FIRB がハンファによる同社買収を拒否するという主張には根拠がないと述べて、買収の噂については否定したものの、ハンファはすでにオーストラリアへの先行投資について FIRB の承認を取得しており、地元労働者を雇用している G ロングの製造工場に多額の投資を実施しているとして、歩兵戦闘車両や自走榴弾砲に弾薬補給車などの契約サプライヤーとしてオーストラリアの防衛産業基盤への確かな投資実績があるとしており、オーストラリアの防衛産業にすでに深く食い込んでいることを明らかになっているんだ。また、今回の式典に招待されている国の中でカナダでは、現在運用しているビクトリア級通常動力潜水艦の老朽化から後継艦種の検討に入っていることが伝えられており、カナダ国防省がこれまでに明らかにしている情報によると、2023年8月31日にビクトリア級潜水艦の後継艦について調達要件を満たす潜水艦保有国の企業や海軍などの協力を得て調査を行っており、次期潜水艦導入のためのプロジェクトチームはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本と連絡を取っているとして、2034年までに退役が予定されている4隻のビクトリア級潜水艦の後継艦として、最大で12隻の新型通常動力型潜水艦を調達して、同国の東海岸と西海岸に6隻ずつを配備したいとしていて、カナダ政府に予算編成を訴求しているというぜ。現状においてカナダ側から具体的なアプローチはない模様だけど、日本の体系方が有力視されているほか、韓国の KSS3 も有力であるとする見方もあり、韓国側のアプローチによっては、かつてのオーストラリア海軍への総流型潜水艦の売り込み失敗が再現される可能性を指摘する声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍、訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因が発表され、何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因となったね。戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは行っていたのか、アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところばかりだな。そうだね。今回はそんな戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、
韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2が、中西南道のソサン基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したんだ。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積砕室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことが分かったってわけ。ウェポンベイ機体内部装積砕室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているな。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているぜ。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積砕室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたい。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するが、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが、望ましいのではないかとの指摘があるらしい。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるらしい。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろにウェポンベイ機体内部装積砕室が、存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいからね。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたのかも不明だし、本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラになっていたはずだよ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清須基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積砕室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。わしはこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるな。仮に、取り込まれたわしが後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるぜ。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるわけだ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したんだろうな。
中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だよ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたらしい。操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったとも言えるな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないのでどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったんだろう。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないのだが、もし本当にあったのならばなぜ、すぐに発表しなかったのか、不自然だぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったが何の音だったかについては報じられていないし、これこそがわしが衝突した瞬間の音だったのかな。事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているな。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだぜ。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だね。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければならず、このメンテナンスを行うために設置されたのが国際整備拠点 MRO&U だよ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみってわけだ。MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるよ。したがって韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいけど、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だね。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるだろうね。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているな。しかし、胴体着陸をしているのだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるぜ。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA-50 に次ぐ国産戦闘機として、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。今回はそんな韓国国産の戦闘機である KF-21 について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったんだけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% にあたる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたんだ。これに対してインドネシアは、インドネシアネアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして解決したと見られているよ。KF-21 はイギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたが、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキードマーティン社製の、F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているね。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下に剥き出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるぜ。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたらしい。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているよ。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートル最大積載量 7700kg 最大離陸重量 25,600kg とされ、ゼネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというんだ。KAI では KF-21 について、国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた、高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力超音速巡航能力に加えてある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているな。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、上記の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは高性能な第 4.5 世代戦闘機として、イメージアップを図りたいとの思惑があるものとみられ、このような対処の上手さが、
韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるらしい。KAI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させ対地対艦攻撃能力を有するブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかと見られているぜ。ただ、KAI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス計画や、日本イギリスイタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランスドイツスペイン3カ国が、共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がってロッキード・マーティン製の F-35 も上回る可能性が、インドネシアのメディアなどから示唆されているんだ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているみたい。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの探査型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているが、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制式する